興味深い松井樹里奈不在のフォーメーション。AKB48 が、9月19日に発売する53枚目シングル、センチメンタルトレインが、SKE48 松井樹里奈、21、が、参加しないまま発売されることが発表された。もともと、6月の世界選抜総選挙で1位になった松井がセンターを務める予定だったが、体調不良で、6月から休養に入っており、発売を待つファンのことを考えれば仕方ないところだ。年に一度のビッグイベントで歌唱メンバーを決め、レコード会社も自信を持って売り出す作品だけに、苦渋の決断だったことだろう。この曲は、7月にテレビの音楽番組で初披露された。その際のフォーメーションが、とても興味深かった。本来、16人分あるポジションに、いくら数えても15人しかいない。2位だった SKE48 須田あかり、26、と、3位、HKT48 宮脇さくら、20、が、ダブルセンターのように見え、曲の歌い出しも、2人で担当している。関係者によると、見え方が不自然にならないようなフォーメーションで、しかも、上位、3人で歌い出すように歌割りをしたという。この曲をめぐって、もう一つ、興味深いことが起きた。8日にコンサートでこの曲を披露した AKB48、チーム8も、15人バージョンで歌ったのだ。もちろん、開けているのはセンターポジション。関係者は、ジュリナさんより先に、センターに立つメンバーにかかる、不足のプレッシャーを考慮して、と、説明した。つまり、松井が復帰しない限り、この曲は今後も、15人で披露される可能性が、高いということだ。16人バージョンで披露した時に初めて、意味がわかる振り付けもあるという。かつて SKE48 の研究生が歌った、目が痛いくらい晴れた空は、出演できないメンバーがいても、そのポジションを開けたまま披露した。卒業メンバーが出ても、同じようにポジションを開けていた時期があった。オリジナルメンバーに敬意を表してのことだった。センチメンタルトレインのミュージックビデオや音源について、レコード会社は、将来的に彼女の体調が回復した際に再撮影を行い、再編集の後、改めて作品として完成させる予定です。また、音源に関しましても、同じ方向で検討しております。としている。CD が発売されても、完成しない楽曲。松井がセンターに立ち、初披露される時に、どんな姿を見せるのだろうか？そして、松井はどんな表情で歌うのだろうか？まさかのアクシデントが、生むであろう物語を、松井の回復を祈りながら待ちたい。